はようございます。渡辺かりんです。みんなの性生活の時間です。いつもねクロッケンの あったクロッケンのバチが見つからなくって、ボールペンで今鍵盤叩いたんですけど、いい音が出なくて困ったなと思ったらありました。じゃあもう一回いきますね。はい、みんなの性生活の時間です。今日は10時20分あだいぶね時間が回ってしまいましたけど、ちょっと前はね朝の7時前後にしてたんですね。6時台にやったりとか、朝の6時台にやったりとか、昼過ぎにやったりとか、いろいろ時間帯が変わっておりますけども、今日はですねこの時間ですね。YouTube ご覧の方、すいませんね、なんかねフィルターがなくて、ちょっと見ながらフィルターの設定とかないな、ないですね。はい、ないですね。お見苦しいところがありましたら、すいません。目を細めながら見てください。フィルターご自分持ちで、ちょっと目を細めながらね、遠目に見るとか、アップで見ないで、音だけ聞いて、私の顔はね、一応メイクしてますけども、肌がね、肌がそんなに美しく映ってないと思いますので、気になる方はインスタの方からご覧になると、インスタの方はね、フィルターかかってますので、インスタからご覧くださいませ。みんなの性生活、チャンネル登録、それから高評価ボタン、コメント、それから概要欄にあります無料メルマガ登録とか、あとその下にあります概要欄に弁財天、あなたについている弁財天テストっていうのがありますので、一つの質問に答えるだけで性に関するアドバイス、今のあなたに対するアドバイスが聞けるようになってますので、これ女性向きなんですけども、男性の方はご自分のパートナーがどうやって答えるかなと、ご自分がねパートナーになったつもりで答えてみるのもいいかなと、面白いかなと思います。私がどんなアドバイスをしているかっていうのもご参考に。今日のタイトルはですね、即やる腐らないうちにっていうタイトルです。っていうのはですね、私、このみんなの性生活の発信を始めて、2月の末に始めたんですけども、2ヶ月になるんですね。2ヶ月になって、その間に、一つのことを言ってるんですよ。大共通すること、それはですね、日本人が、古代から、縄文時代から、近代まで、江戸時代ぐらいまで続けていた性のあり方を取り戻した方がいいですから、取り戻しましょうと。今、現在、私たちが私たちを囲っている情報っていうのはですね、性の情報のことですね。私たちを取り巻いている性の情報は、西洋的な思想のもとで出来上がった性の情報が私たちを取り巻いておりますが、本来日本人はですね、調和する民族なんですね。聖徳太子が17条の憲法で定めたように、和をもって尊しとする思想ですね。それが性においても展開されてたわけなんです。で、外国の多くはですね、性のエネルギーがあまりにも強いから、庶民がそれを活用しないように、宗教の考えとか、道徳的なモラルとしての教えとして、子供を作るための性行為はいいけど、快楽を味わうための性行為っていうのは良くないとか、
それとか、なんか、女性を男性が支配する。性によって男性が力っていうものを知らしめて、女性を支配する形が、まあ、普通のような感じで、映像とかに、盛り込まれて、流されていることが多いんですけどね。そうじゃなくて、縄文時代の1万4000年、人が人を殺めないという、そういう文化が続いたのは、根っこには、お互いが、大いなる性生活を営んでいたからなんですね。大いなる性生活というのはですね、男性と女性それぞれのエネルギーが交流して溶け合って一つになるという感じですね。よくスピリチュアルの世界でワンネスと言われてますね。それはそのようなものなんですね。男性と女性の気、それに加えて宇宙の気とか地球の気とか、自然の森羅万象の気、全部が溶け合って一つになるという、それがですね、性の営みにおいて、お互いが体験するので、体が離れた後も一つになってるという感じなんですね。それがずっと日本の近代まで続いてたんですが、それがですね、日本が鎖国をやめて、外国からの、文化を取り入れるというか、黒船が来航して、日本にもね、弱肉強食の海外の文化が入ってきて、日本もね、それに食われないように、植民地にならないようにということで、武力には武力を持って対抗するという、そういう考えに巻き込まれて、だんだん変わってきてしまって、で、決定的なのが太平洋戦争に日本が負けてから、いろんな情報が海外から来て、それで日本人の精神性というか、軸になる精神性というものが、粉砕されてしまって、砕けて、溶かされて、流されてっていう、中で私たちは生まれて育って、今日に至っておりまして、ですからね、本来の、日本古来から続いていた一つになると、もうすべてが自然と共生する、で、周りの人とも一つになるという、助け合い、協力、調和するという、そういう元となる営みが日常から消えてしまったので、なんか、性って気持ちよくないという感じで、やめて、レスになる人とかね、若い人でもね、そんな、あんな、乱暴なことは、相手としたくないと、男性からも女性からも思われて、性から離れてしまったりとか、まあ、二次元の世界に逃げたりとか、逃げたりというか、そちらの方が心地よいものが展開されてて、そちらの方に惹かれたりして、性から離れて、それから、そう、子供が生まれにくい流れになってしまってるんですね。まあね、間違ったというか、まあ、一部ですね。間違ってはないんですけども、その一部の、まあ、性の営みの中のほんの一部のことだけをやってると、セックス離れっていうのは起きてしまうんですよね。中さん、エリナさん、ありがとうございます。見てくださって。セックス離れって起こってしまいますので、全部を知った方がいいです。全部を知った上で営むのがいいんですよね。そういうことをね、ずっとしておりますが、この2ヶ月ずっとそういう発信しておりまして、それが、
まあ、よくわからないんだったら、まあ、いいんですけど、あ、なるほどなとか、共感していただけたら、それをね、ご自分の生活の中に取り入れて実践していただくといいんですね。今日のタイトルにあるのは、即やる、腐らないうちにっていうのはそういうことで、ああ、なるほどなとか、ああ、そうなんだとか思ったら、それをね、感動してるうちに、感動とか気持ちが動いてる、振動してるうちに行動に移すといいんですね。それがですね、あ、そういえばああいうこと聞いたなと思いながら、頭の片隅に置いていたり、どこかにね、記憶のどっかに保存とかしてて、まあ、いつかそういう機会があったら、そういうふうにしてみようかなと。循環型の営みをしてみようかなとか思いつつ、現在レスだったりとかすると、ずっとその状態っていうのがやってこないわけなんですね。そうするとね、知ってる知識が、まあ、腐ってしまうんですね。腐って、なんか、まあ、なんかその情報を否定するようになったりね。ああ、なんか、まあ、女性のあれは、誰かが言ってた、あの人が言ってた、まあ、理想はそうだけど、現実にはなかなかいかないよね、とか、なんか、拗ねちゃったりとかね。自分は別に普通で、情報の方がちょっと、まあ、そうは言っても、なんか、一般人ができないことだろうなとか、その情報を腐らせてしまうっていう現象が起きますので、あっとか思ったら、なるほどとかね、ああ、それはいいなとか思ったら、その感動があるうちに行動に移すといいんですね。行動に移すと、相手があることですから、相手を巻き込むことになるので、それで、諦める、自分の心の中でポッと火がついて、炎の持続時間っていうのがね、自分一人だけだとふっと消えてしまうんですけど、相手を巻き込むと、相手の、ブームの時間もその分だけ伸びるんですね。で、共同作業しているうちに相乗効果で、その賞味期限がもうちょっと伸びたりして、賞味期限が伸びるうちにできたってことが、できるっていうことが起こるんですね。最初は自分にはできないかなとか思ってることも、相手を巻き込んで、で、相手と相談するとかね、そういうこともしていただくといいですね。まあ、例えばこのチャンネルをね、リンクを送って、おばさんがこんなこと言ってるよとか、どう思うとか、そんなリンクを送ってシェアするとか、感想を語り合うとかね。もう自分でですね、自分で性についてのことってね、ちゃんとコミュニケーションする人がしょっちゅう頻繁にされてるんですね。まあ、相手があってのことだから、相手がどう思うかなっていうことは普通にされてるんですが、この前もね、YouTube ライブのでね、質問があって、私に質問があったので、いや、それはパートナーに聞いてくださいって言ったら、またコメントが返ってきて、いや、それは聞きにくいですって、おっしゃったんですね、コメントで。まあ、確かに、普段そういうお話ししてない方って、そういうカップルって多いみたいで、逆にそれって危険じゃないかなって思うんですよ。こうでい、あの、例えば、マッサージするとしますね。ここ痛くないです。ここ凝ってますかとかね。ここの指圧、この圧力いいですかとか、強すぎますかと、もうちょっと弱くした方がいいですかとか、それ聞きながらしますよね。もう何も聞かずに、もうゴリゴリって、指圧するとかね。で、相手がどんな反応をやろうと、自分が勝手に
指圧を続けるとか、肩もみ続けるとか、そういうことってあんまりないですよね。肩もみでさえ、相手のね、強弱とか場所とか聞きますよね。で、性においてはもっと複雑なんですよね。秘められたことなので、もっと相手の状況を聞かないと、最適なことをしてるかどうかってわかんないですよね。もちろんね、相手の方も、ご自身で最適なことって、最適な快感っていうのを、分かってないことも多いので、分かってないことも多いので、本当にね、ちゃんとコミュニケーション取らないと、先に進めないんですよね。こういう性のこと、コミュニケーションでね、話題にしてないカップルにとっては、本当に、聞きにくいことだと思うんですけども、そういう時は私の動画を、リンク送ってやってください。送りつけてみてください。例えばね、10万回以上、2ヶ月前に、投稿して、もう13万ビュアーぐらいになってる、女性器のオブジェの中に私が入って、うんちくを垂れるという、そういう動画があるんですけど、そこでもね、性についての営みについて、性の営みについて、詳しく、ここをこうするといいんですよとか、ここを、女性の方がここをこういうふうにして、男性はそう、ここではこうするといいんですよっていう、そういうことをね、大きな女性器のオブジェの中に入りながら、丁寧に説明しておりますので、それだけでもね、学びになるんじゃないかなと、していただけるんじゃ、良き資料になるんじゃないかなと思うので、カップルでね、その動画を共有して、こういうことをこのおばさん言ってるんだけど、正しいのとかね、どうなのとか、聞くという、まずそのアクションをね、起こしてほしいんですね。本当に情報っていうのは、聞くだけじゃ、腐っちゃう。アウトプットして、情報も循環させるといいんですね。アウトプットは、そのパートナーにアウトプットしてほしいんですね。で、パートナーがいなかったら、お友達と、同性のお友達と、シェアしてほしいんですね。同性の友達に、だったら、まだ言えるんじゃないかなって。こんな動画が上がってるけどどう思うって、このおばさんの言ってることは本当なのかなって、今までの体験で共感できたことあるとか、今までこういう、このおばさんが言ってるようなことを体験したことあるとか、これって正しいのとかね、これって正しいと思うとか、そういう聞き方でもいいと思うんですけど、男性も女性も自分の同性にまずね、聞いてみるとか。じゃ聞きにくかったらですね、こういうのはいいかな。女性の場合はですね、つけるヨガっていう名前で発売してる、膣トレのグッズが、ごめんなさい。雑音立ててしまった。これね、つけるヨガっていう、小陰唇、女性の小陰唇に挟む、こういう、月経血コントロール補助具として特許取得したシルクのね、オブジェがあるんですね。この形も厚みも絶妙なものを作ったんですね。これを小陰唇に挟むことで、小陰唇に挟んで、少し若干引き上げる。1ミリでもいいですから、若干引き上げる。挟んで引き上げる意識ですね。この手が小陰唇だとして、この小指側が小陰唇の外側だとして、ここにね、小指が外側の方に挟んで、少し引き上げる。起こす感じですね。で、こういう感じだと骨盤がしっかり立つので、骨盤しっかり立った状態で、骨盤がしっかり立つと姿勢が良くなるんですね。
基礎部分の姿勢が、骨盤の角度が正しくなると、その上の上体の角度もしっかり背筋を伸ばして胸を開いて、座っても立っても歩いてもいい姿勢で、綺麗な姿勢でいられるんですね。それを体感すると、だんだん軸が整ってきて、軸の一番中心である膣の中の筋肉が活性化して、男性器をお迎えするときに、体の一番奥の方で熱く男性器を抱擁することができるんですね。男性器の先端も。その時に気が循環するんです。女性器の奥の方が活性化してないと、男性器をお迎えしてもですね、空間ができるんですね。空間がキープされて、抱擁しないんです。ハグしない。熱い抱擁を女性の体の奥がしないんですね。そうすると、結局男性は出入り口周辺の握力に、そこだけの反応に頼って、その男性器の根元をつけたり、先端つけたりとか、前後して、前後の動きになるんですね。そうすると奥の方が空洞ができる女性ほど、その前後の動きには楽しく対応できなかったりするんですよね。楽しく対応できないと、痛みにつながって、苦行になるんですね、それが。で、苦行、女性にとって苦行で、子供ができたらもうそこから抜け出したいから拒否するとかなりますし、男性にとってもね、だんだん年を経る、重ねていくと、その前後する体力がなかなか賄えなくなって、面倒だからやめておくってことで、お互いにやめておくという分裂型になってしまうんですね。そういうピストン型っていうのは、お互いが気を発散して、発散した後に気の補充が、エネルギーの補充ができないっていう状態で、空っぽになって、お互いが空虚で、空虚の穴埋めをするために、また何か物足りないという感じで、またトライをしたいけど、もう体力がないから、なんか空っぽになったとか、この人じゃなくて別の相手だったんじゃないかなと思って、いろんな人を巡礼する旅に出たりとか、そういうふうにつながってしまいますのでね、女性が体の軸を整えるってことは大事なんですね。という、こういう情報ですね、日常に生かしていただきたいので、まずはまだパートナーいらっしゃらない方とか、現在レスの方なんかは、まず女性はこれをつけるヨガ、ループブランドではつけるヨガで、桜姫ブランドでは、大和なでしこの膣トレ、つぼみんっていうパッケージで売り出しておりますが、それなんですね。これを自分の健康のために、姿勢を整えるためにだとか、便秘を治すために、尿漏れが治るためにとか、血圧コントロールができるためにとか、腰痛予防のために、腰痛の改善のためにとか、そういうね、健康の理由でまずこれを試していただきますと、だんだんね、この軸が活性化しますと、体からもう内側から女性らしい柔らかさとか、潤いとか、優しさとか、なんか色っぽさとか、そういうものが発動するんですよね。で、そうするとパートナーの方も、なんか関心を、ずっとレスだった方も、パートナーがね、関心を寄せてくれたりとか、シングルの方、まだ募集中の方は、ちょうどご自分の好みの方が声をかけてきてくれるとか、なんか出会いの始まりが多くなったりします。いいことばっかりですのでね、これをまずお手元に。で、これを使うには、股間に空間がたっぷり空いてる、内側リリースしてます、シルクの、
フンドシュパンツ、これですね。これがいいんですよ。一つはこのスケープが緩くて解放されてる。二つ目はこのね、こちらの方が大事な、おしもにある穴という穴に密着しないんですね。密着っていうとね、こういうピタッと、顔で例えると、粘着テープを鼻口に貼ってしまうようなものですから、そうするとね、アンテナであるこの穴ですね、外界と内側の世界をつなぐ穴っていうのは、アンテナセンサーでいろんな外の情報をキャッチして、内側に最適な状態を整えるための情報を体に送るんですね。そういう働きを、股間に密着するパンツだと遮ってしまうんです。だから密着しなくって、ここに空間が空くパンツがいいんですね。かといって、じゃあここを密着しないんだったらノーパンがいいんじゃないかなっていう考えもあるんですが、まあノーパンでもいいんですけど、うちのこの商品はですね、シルクでできているので、さらによくって撫でられてるような感じなんです。愛撫されてるような感じなので、温かくて柔らかくて肌触りがとっても最高なんですね。ですから、なんか気の循環を良くするために、さらに促されてる感じがするんですよ。だからすごくね、パワフルになるんです。このつけるヨガと、このシルクのふんどしショーツ、桜姫ショーツ、またはループブランドのループショーツ、これをセットで使っていただくととってもいいんです。で、男性の方はこれをね、女性にプレゼントしてあげてほしいんですね。ちょっとね、お値段が高いんです。でもコスパとか効果効能を考えると、それと丈夫さを考えるとコスパがいいんで、決して高くないんです。この感動を味わえるんだったら全然高くない、むしろ安いぐらいだっておっしゃる方が多くって、で男性にもあるんです。男性用はですね、よし、こちらのね、ループブランド、ちょっと肩を痛めておりまして、変な動きにしたので、ちょっと痛くなってしまったので、顔をしかめながらの説明で失礼します。こちら男性の方もありますよ。この鼠径部ゆったりしてて風通しがいいから、冬はこちらもね、表も男性も女性も同じなんですけど、こちら肌に触る方はね、正絹の歯舞台をビアの葉で草木染めしています。で、それで外側はシルクのサテンで、両面シルク製、シルク100%で、とっても肌触りがいいし、この鼠径部が締め付けがないんです。あと、こちらも同じように股間がね、何にも履いてないように空間が空いてるので、お股をね、締め付けないです。普通のパンツ、こうやってね、ピタッとくっついちゃって、この袋のところですね、熱がこもっちゃって、精子がね、熱で元気がなくなっちゃうんですよね。そうすると、子作りの時、子供が元気に、卵子までたどり着く、元気に泳いでいく精子がすごく減っちゃうんですね。ですから、妊活中の男性もここがふわふわの空間がいっぱいあって、で、ここにね、鼠径部がフリーでもってね、楽なのは、ループブランドのメンズはですね、ここがね、ゴムなんですよ、全部ゴム。女性ものはね、ここで紐がありましたね。紐プラス、女性ものはですね、紐プラス、ここにあるように、リボン結びプラスゴム。この辺がゴム。後ろのね、この辺がゴムで、ここが紐で、ご自分のサイズに合ったところで、蝶結びしっかりしてもらって、上げ下げするんで、男性もそういうタイプは、桜姫ブランドの方であります。男性のループブランドでは、男性はですね、ここからここまでゴムなんですね。シルクの中にゴムが入っています。ゴムを
抗菌のゴムを覆っているのはこのシルクの布なので、とってもね、肌触りが良いんです。で、ここで上げ下げができます。サイズがですね、男性の場合は、男性も女性もですけど、ループブランドだと4種類あるんですね。桜姫ブランドと男性はフリーで、紐で調整するので、男性はフリー一つだけなんですけど、ループブランドのメンズはですね、S、M、L、XL と4つのサイズがあるので、ご自分のこの腰骨の高さです。腰骨の高さのサイズを商品の説明ページのサイズ表と照らし合わせて、ご自分のサイズを見つけていただくといいですね。で、何にも履いてない感じがすごく自由なんですよ。もうね、このシルクですし、コットンの素材のも、他の、メーカーで、ご覧になったことあると思うんですけども、うちのはオールシルクなんですね。オールシルクで、コットンの素材のふんどしパンツって言うだけでも心地いいそうなんですけども、さらにこれはですね、もうゴージャスに、オールシルク。内側の布も外側の布もオールシルクで、本当に気持ちいいんですよ。これに履き替えて、毎日これ履いてるって方、もうなんか仕事とか日常とかにも自分が変わっていくのがわかるっておっしゃってます。男性の方も。すごくいいんですよ。これね、体感しないとわからないんですよね。普通のパンツよりもシルクだし、もうすごく丁寧な仕立てで、で、しかもですね、この内側の肌色ですね、これはメンズもレディースも両方、無農薬栽培のビワの葉で草木染めしてありますので、ビワの葉っていうのは古材からですね、薬の王様の木と言われているように、浄化力とっても高いですね。今でも焼酎にビワの葉つけて、湿布に使ったりとか、民間療法でビワの葉のお灸とか、いろんなものに使われてますね。そういうもので草木染めしたものが肌に触るわけなんです。薬を服用するっていう、服を用いるっていう熟語も、古代はですね、古代からの習わしからできた熟語なんですね。古代はですね、薬草に薬、いろんな効果があると言われている薬の草ですね、薬草を布に染み込ませて、その染み込ませた布を体に巻きつけて、で、それで薬草のパワーを体に伝えて、病気を治すという、そういう風習があったんですね。そこから服用っていう熟語ができたんですよ。服用するというのをそのまま今でもやるわけです。できるわけなんですよ。ビワの葉で草木染めした布を肌につけて、ビワの成分を体に服用するということですね。まあ、もっともこれはですね、染料で煮出して、何度も煮出してビワの肌色をつけて、椿の木で定着液にして、それで染料がすぐ出てこないように水洗いして、余分な染料を落として、そうやって安定したところでこうやって縫製に使ってますので、まあ、もちろん昔みたいに煎じた、グツグツと煎じて、それで濡れたままの薬草の成分を肌につけるのと違うので、それとはまたちょっと違って、それほどの、生きたエキスが肌に染み込ませるわけではないんですけども、それでもですね、経皮吸収といって、肌に触れてるものから成分の影響があるということはありますので、ですからよくね、ナプキンを肌に、股間に当てるとき、背中の吸収力の40、26倍って言ったかな、26倍か40倍だったかな、あ、すみません、ちょっと
数字が正確じゃなくてごめんなさい。それぐらい、粘膜は吸収するという。まあ、背中は背中でも、吸収するということですので、肌につけるものによって、精神的な安定感というのは変わってくるんですね。だからこれをね、一度お試しいただきたい。普通、木綿製のふんどしパンツよりかお高いんです。でも、洗濯が簡単なんですね。洗剤も何にもつけずに、水の中に入れて、シャバシャバシャバって軽くすすぐだけでですね、体液が簡単に落ちるんですね。女性も織物が、下着につきますし、男性も射精したものとか、無精したりとかすると、濡れてしまいますよね。それで木綿だと、それがシミになってしまって、なかなか取れないんですけど、このうちのループショーツとか、桜姫ショーツですと、水につけて、軽くすすぐだけで、そのシミが取れちゃうんですね。だから、ずっと新品のような感じなんです。まあ、もちろん洗うから、水洗いするから、シワつきますけども、シワが気になる方は、アイロンかけていただくと、もう、新品が復元されます。こんな感じでね。これね、本当に私服なんですよ。お股に贅沢させるっていうのが、どれだけ本当にね、自分を大切に扱って幸せに導いてるかってことをね、自分を大切にしてるんですね。自分で自分を大切にすると、その本当にね、自分が満たされてるから、こぼれたエネルギーで周りの人にも親切にできるんですよ。自分は後回しで、周りの人に親切にしてあげて、自分についてはもう存在に扱うっていう方もね、多くいらっしゃいますけど、それだとね、疲れてきて、ある日、すごくね、疲労してしまって、かなりダメージ受けてしまいますので、まずね、誰にも見えないけども、まあ、パートナーには見せるかもしれませんけど、服で隠れてしまいますけども、ご自分の股間にこういったね、とても最高の贅沢をプレゼントしてあげると、もうなんかね、羽が生えたように、ふわーっと飛ぶように、自由になって幸せな感じになるんですよ。もうこれね、これこそ生きてるうちに体験してほしいし、買われた方はですね、もっと早く買えばよかったって。ちょっと値段で、後ずさりして見送ってたけど、もっと早く買えばよかったって、多くの方がね、おっしゃいます。そうだ、今はですね、しどり染めといって、水洗いしても、水洗いしても色が落ちないものを扱ってるんですけど、ちょっと前はそのしどり染めって、最近いつぐらいだったかな、近年になって特許取得して、そういうものがあるって私が知ったんですね。で、それ以前はですね、まあ、シルクを染めるには、どうしても出てしまう、色止めの加工をしても出てしまうということで諦めてたんですけども、そういうものが、しどり染めっていうのが特許取得して発明されたってことを知ってから、もうそれに全部切り替えたんですね。ですから、水で洗いしても色移りしないんですけども、でもそれ以前のがまだあるんですよ。ちょっと持ってきますね。それ以前の、この赤い、これメンズなんですけど、赤いのですね。リリースはね、全部そういったものを、セールでお値段安くして、全部売ったんですね。もともとそういう新しい染料と出会う前は、もうそれが一番ベストだと思って、皆さんに使っていただいてたんですけども、やっぱり夏場とか、すごく汗かいた時に、表の服に色移りしてしまったっていう、本当に申し訳ない、
ことが起こったんですけども、まあそういう色移りしてしまうものなんですけども、ちょっと試したいという方にはこれをお値打ちなお値段でお安くお分けしますので、これねメルマガで募集します。メルマガでねこれ募集しますので、よかったらメルマガ登録してください。メンズでねあと4枚あります。メンズであと4枚ありますので、これ選択すると色移りしてしまうものです。でも両面視力で内側も内側は正気の歯舞台をビアの歯で草木染めしたものだし、外側はかなり丈夫な地の良い地の厚いシルクの織です。特にこの赤はですね、地模様が日本古来の伝統的な文様麻の葉の柄なんですね。麻の葉の柄、麻の葉っていうのは昔から肌着に使われてよく使われてます。っていうのは麻っていうのは繁殖力がよくって丈夫なので、丈夫に育つようにと健康に健やかに育つようにという願いを込められて肌襦袢とかそれとか子供のね乳幼児のおむつとかに浴衣とかそういうものに使われてたものなんですね。あともう一つこちらはちょっとねポップなドット柄です。可愛いでしょ。でもこの桜姫のタグがついてます。この桜姫のタグは無限大のインフィニティがね2つのインフィニティをクロスして、で自分と相手と一つになって相乗効果でより力が発揮されますように、反映しますようにという、そういう祈りを込めたタグがついてます。ちょうどね、背中の第二チャクラのあたりに当たるようになっています。こういったのを、すごくお値段安く、ゴールデンウィーク前なので、お家でね、外で、履くのは抵抗がある方には、そうそう、ゴールデンウィーク前の、セールっていうのをね、ちょっと近々やろうと思いますので、一番に、LINE 登録、LINE とか、公式 LINE ですね、公式 LINE とか、メルマガでお知らせしますので、売り切れない、点数がね、限られているので、売り切れないうちに、お買い求めいただくといいかなと思います。皆さん見てくださってありがとうございます。なんかね、こういったまず体を解放することで体が拡大する、それでこのつけるようがつぼみを使うことで軸に向かって集中する力、握力がつきます。集中する力がつくとより拡大するんですね。ぎゅっと縮めて脱力するという、縮まった分反動で拡大が広がるんですね。そうすると伸縮力がより高くなって活性化して良き幕開ができるようになります。まあ、幕開だけのためじゃなく、女性は姿勢を正すとか腰痛予防とかにとても役立ちますので、ぜひね、女性はこのつけるヨガとこのシルクのふんどしパンツセットで使っていただく、ブラもありますよね、ブラもつけていただくよりご自分解放できます。で男性はこのメンズのふんどしパンツを使っていただくといいですね。で、それと女性にこれをね、プレゼントしていただくと。女性より男性の方が収入が多いこと多々ありますので、その多い収入でプレゼント、女性に、パートナーの女性にね、特にシルクの下着ってとっても喜ばれますので、まずシルクの下着をプレゼントして、それからつぼみ使っていただく。まあ、これ同時でもどちらでもいいんですけど、私の動画を見ていただくと、どうしていきなりね、これ今までに見たことない特許の取得した発明品で、今までにないんですね。商品誌に挟むトリーニンググッズっていうのは市販されてなかったので、
なんでって、頭の中にハテナマークいっぱいになっちゃうかと思いますので、私の動画をね、パートナーの女性に見ていただくと意味がわかるかなと思います。もうおすすめは、13万再生に売ってる、神秘の、女性キツアだったかな。ちょっと過去を遡っていただきますと、一つだけバズっていうのが、あ、みんみんさん、こんにちは。ありがとうございます。見てくださって。みんみんさん、いかがですか、その後。つけるようが、うまく、使われているかな。これはですね、本当にね、周りに使っている人いないと思うんですよ。だから、相談しにくくて、ちょっとした疑問で、お休みして、ずっとタンスの肥やしになってしまってるっていう方、割といると思いますので、そういう時はね、いつでも私に、ね、質問していただいたりとか、まあ、一番いいのは、ヤマトの生活ラボとか、ヤマトゆるラボに入っていただきますと、他の人の使い方とかも、ズームのグルコンが月に1回ありますから、その時にいろいろ分かって役立つと思います。みんなで学ぶっていう、その中に入っていただくといいんですね。一人では分からないことでも、グループで学ぶと進化が早いですし、モチベーションが上がりますね。で、みんなこれ使って、女性のね、軸を整えて、男性をお迎えするときに、もう男性にはね、何も、体力も技術もセンスも何にもなくても、女性がお迎えすれば、互いに最高の感動が味わえるようになると。なれます。なりますので、この情報をですね、活かしてほしいなと思います。情報を聞いただけで、ああ、なるほどな、そういうものがあるんだなって、そこで終わっちゃうと腐っちゃうんです、情報が。結局その情報は、定かではないというか、まあ、おばさんがね、営業目的で、吹聴してた、ただ自分の商品を売るためだけに言ってたことなんだろうな、どうせって。それで終わっちゃいますので、そうじゃなくてね、私自身がね、本当にダメだったんですよね。もう、セックスに偏差値があれば、いくつぐらいだったんでしょう。20代ぐらいでしょうかね。10いくつでしょうかね。クラスメイトでね、イケイケの方向に行く子たちは、多分60とか70とか、そんな数値をご自分の独学で到達できてたと思うんですけど、私の場合、本当にね、自分を大事にしすぎて、経験は本当に貧困でした。で、運動神経もないし、もうね、60が迫ってたので、若くもなかったし、でも、これでできるようになったから、誰でもできるということが私で証明されました。ないない尽くしの、運動神経ない、経験ない、若くない。そんなんでもできましたので、安心して使ってください。コツはもうコツコツ使うだけです。コツコツ、地道に。コツはコツコツですね。地道に継続すること。継続は力なりです。継続は全ての力になってきます。これね、本当に生のエネルギーって全ての元なので、もう人生の幸せが根底から整えられて変わりますので、もうね、騙されたと思って実践してほしいですね。本当に、よくね、昨日もね、NHK の、クローズアップ現代でやってましたけど、SNS でね、詐欺にあったという、投資詐欺が、SNS に有名人を使って、投資を無料で、なんか、教えますと。もう、なんかね、私の人生ももう病気で長くないから、
もう今まで培ったノウハウをもうすべて教えますっていう、そういう感じで投資詐欺っていうのがネットでどんどん流れてて、被害を遭われた方いっぱいいらっしゃるようで、で、それってすごい被害額あるんですけど、まあ、それに比べたらって、打ち明けして詐欺じゃないんですよ。詐欺じゃないんですよ。その額に比べたら、この商品代っていうのは、全然、少ないので、もうね、私に騙されたと思って、買っていただいて、もう、その投資詐欺に遭った人たちのすごい被害額を考えたら、まあ自分が、もしこれ結果でなくても、これぐらいのは投資でリターンなくてもいいだろうなっていう、それぐらいの額ですね。で、例えばこれなんか、1万円いかないです。あ、みんみんさん。ありがとうございます。桜姫ジェルにとてもお世話になってます。パートナーにも役立っていけるように頑張ります。あ、ありがとうございます、みんみんさん。桜姫ジェルっていうね、素晴らしいものがあるんですね。ちょっと持ってきますね。ちょっと失礼。お待たせしました。これなんです。桜姫ジェル。こういうパッケージで。これがね、100%天然由来だから、こうやってね、舐めても美味しいんです。甘くって。で、でもって、ほんわりあったかくなるんですね。で、でも中身はね、安全な原料、100%天然由来だから、安全で、これをですね、お股の粘膜のところに塗るんですね。そうするとふわっとあったかくなって、セルフプレジャーも乗ってくるんですね。で、これ、男性器に塗ってもいいんです。元気になるんです。元気になって、だんだん年取ったり、ストレスが多いとき、若い方でですね、20代の方でもストレスが多いと、ちょっとね、元気が少なくなって、合体しづらくなるんですけれども、これ塗っていただくと元気になります。で、女性の方もこれを出入り口に塗っていただきますと、滑りが良くなって、痛みなく、整骨のある方は整骨なく一つに合わされるんですね。で、2人で使ってもいいですし、2人で使うとき男性にも女性にもいいですし、1人で使うときも、なかなか気分が乗らないときって、なかなか行くまでに時間かかるなっていうときでも、これを塗っていただくと、ふわっと高くなって、感じやすいように活性化するんですね。桜姫ジェル。あともう一つですね。ループブランドでは、ループゼリーっていう名前で売ってます。ちょっとね、お値段がそれぞれ違うんですけど、お値打ちにっていうのをお望みの方は、桜姫ジェルから買っていただくといいですね。で、こっちは特別感があるスポイト状のもので、なんかね、儀式っぽくってね、いいんですよね、儀式っぽくって。で、茶色の。で、置いといても、いろんなところ置いといても怪しまれない感じです。そう、これもね、あと、つぼみ、つけるヨガを、こうやってね、小陰唇に挟むときですね、内側の粘膜が乾いてる方も、これをまず粘膜に塗ってから、これを挟んでいただくと、馴染みが良くって、すぐ違和感なく快適に使えます。これですね。これはコツは挟んで少し引き上げるですね。では、長い時間聞いてくださってありがとうございました。この情報を活かしていただきたいと思うので、聞いて、ああ、なるほどって思うだけじゃなくて、本当にね、私に騙されたと思って、自分に投資すると思って、まず使ってみてほしいなと思います。
で、使ったらわかります。あ、詐欺じゃなかったとかね。で、本当に、そういうものと比べると何ですけどもね、そういう投資詐欺に使うぐらいだったら、もっとあれこれ買っておけばよかったなとか思いますから、買うときにもしご自分に罪悪感があるんだったら、ああいうね、投資詐欺に騙されて失うぐらいだったら、ちゃんと物が残る、これに使った方がとても得なんだっていうふうにね、高価な下着を買うにあたって罪悪感が湧き出る人は、そうやって自分に言い聞かせて、ポチッと押してみてください。インスタをご覧の方は、リットリンクのところにショップのバナーが貼ってありますし、YouTube をご覧の方は、概要欄にショップのリンクが貼ってありますので、では、見てくださってありがとうございました。みみんさん、ありがとうございます。コメント。またお会いしましょう。では、失礼します。はい、YouTube もまたお会いしましょう。